はい、今日も一緒に頑張りましょう。レッツワークアウト。今回は大胸筋と腕が30秒間、10秒間の休憩と短いですがたった4分間です。最後まで頑張りましょう。1種目目、ワイドプッシュアップです。大胸筋にもろに入る種目ですね。しっかりと胸を張って肘を伸ばしきらないのがポイントです。大胸筋と上腕三頭筋、どちらともプッシュアップがかなり有効な種目になりますが、胸を張って肘を伸ばしきらない、そうすることで大胸筋に直接入ると思います。しっかりこの2点意識して最後まで頑張っていきましょう。3、2、1、お疲れ様です。休憩です。続いてはレッグアームカールです。足を押しながら腕を収縮させていきましょう。しっかりと上腕二頭筋ですね、頑張りましょう。2種目目、レッグアームカールです。上腕二頭筋、力こぶの部分を意識してしっかりと収縮していきましょう。足は腕と反対方向にしっかりとグッと拮抗するように押してあげてください。ただ上腕二頭筋でしっかり引っ張るように収縮していきましょう。続いて反対側ですよ。反対側の準備いいでしょうか。始めていきますよ。反対側です。反対側もしっかりと足で押しながら、ただ上腕二頭筋を使ってグッと収縮していきましょう。小指側をグッとこう回すように内旋させてあげたら二頭筋にグッ入ります。しっかり二頭筋つけてかっこいい力こぶ手に入れましょう。休憩です。続いてはリバースプッシュアップです。大胸筋の下部、大胸筋の輪郭ですねを作っていく最高な種目、頑張ろう。3種目目、リバースプッシュアップです。大胸筋の下部を鍛えることで大胸筋の形がしっかりとできると思います。先ほどやったワイドプッシュアップはどちらかというと大胸筋のチューブですね。チューブを鍛える種目です。今回下部、チューブ、上部、下部と全て全体を鍛えることでかっこいい大胸筋を手に入れることができます。さあ最高なトレーニング一緒に4分間です。頑張っていきましょう。休憩です。続いては肘を伸ばしきって最大限上腕三頭筋を収縮していきましょう、頑張りましょう。4種目目、上腕三頭筋を鍛えるバックリバースプッシュアップです。上腕三頭筋を鍛えるのは肘の動きですね。伸ばして縮めて、この動作が非常に大切になります。上腕三頭筋しっかり肘を伸ばしきることで最大限に収縮できます。さあ僕も腕をまくって張り切ってますね頑張りましょう。一緒に上腕三頭筋も大きくて腕と大胸筋かっこいいの手に入れていきましょう。休憩です。続いてはノーマルのプッシュアップです。しっかりと胸を張りながら行うのがポイントでしたね。意識して頑張りましょう。5種目目、プッシュアップです。普通のプッシュアップですが胸を張って肘を伸ばしきらない、この2点意識するだけでめちゃくちゃ入ります。大胸筋は自重トレーニングでもかなり入りますね。皆さんは筋トレをしてどれくらい経ちましたでしょうか。だいたい1ヶ月から2ヶ月ぐらいしてくれば成果は出てくると思います。ぜひぜひコメント欄をね、毎日の継続の報告としても利用してみてください。さあラストの休憩です。ラストプランクプッシュアップです。腕をやや前に遠くにして置くと収縮しやすいです。意識して最後頑張りましょう。ラストプランクプッシュアップです。ラスト上腕三頭筋を鍛える種目ですね。上腕三頭筋のポイント何でしたか。肘を伸ばしきることでしたね。肘をしっかりと伸ばしきって上腕三頭筋を最大収縮していきましょう。今回の4分間のトレーニングも残り10秒、もう早かったですね。しっかりこれできる方は1日2セット頑張ってみましょう。3、2、1、お疲れ様でした。ウェイ、これウェイ、お疲れ様でした。今回は3時間で胸と腕を鍛えるトレーニングでした。胸と腕はかなり密接な関係にあるので、ぜひまとめて3時間で鍛えていきましょう。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ、お疲れさん。